皆さんおはようございます通信の方もおはようございます、えー、今日は第2回目ということでございました。普段と変わっておりますのがですね、えー、前半で2問の問題を解かせていただくとで、最初はまあ下線部問題といった形ですほとんどまあ訳しなさいという形そして後半がえ要約問題でございます、えー、今日はそれぞれこうアプローチしていくわけですけれども、特に後半のえ要約問題は 今日は全く初めてございますのでどういうふうにして解いていくのかといったことをちょっとお伝えしたいと思っておりますでは一番からサクサク参りたいと思いますではテキストは10ページを開きいただきましてそして解説の方もお願いいたしましょう解説は2でございますから12ページを開きいただきましょう さあそれではまいります。以下のお文章の河川部を日本語に訳しなさい。はい、これでございます。Overseas travel has long ceased to be a luxury in Japan, where many people take advantage of the plethora of discount air tickets and packaged tours for quick trips abroad.、はいったんここまでで止めましょう。Overseas、これはまあ。 フォーリンよりも固い言葉ですね形容詞になったり副詞になったりしますので Go overseas 海外に行くというこういう使い方もあります形容詞もあれば副詞もありますですから今回は海外旅行でいいですね c e a s e to という言葉はこれはのっけてございますね12ページにありますが cease to do 何何々することを やめるとか中止するあるいはしなくなるというこういうことですですから to 以下することをしなくなるはい、それが今回は、えー、現在完了になっておりましてその間に long と入ってます。まあこれ for a long time と同じ意味なんですが意味的には長い間とこうなるんですけども現在完了のこの文章の中ではこの has と、えー、過去分詞の 間にロングって入る形がほとんどみたいですねですから文法的には一番後ろに持ってって「for a long time」と「has ceased to」何たって「for a long time」という文末に置くってこともありなんですけども実際の英語ではほとんどそれは見られませんで「has long ceased」という方がこの使い方がほとんどまああの口調でこの方が楽なんでしょうけども。 まあ後ろに持っていって書いたとしても、えー、テストで間違いにはならないと思いますですから「to 以下しなくなって長い時間が今経っているじゃあ「to Be a Luxury in Japan」に日本における「Luxury」に「あ」がついてますか贅沢品であるということでなくなって随分長い時間が経っている今でもそのまま「 贅沢品ではないのですよこれが直訳ということになります,ですね。なくなってしまってから長い時間が経っているであることをやめてしまって長い時間が経っているですからこれをまあ、いわゆる普通の日本語にしますとでなくなって久しいとこういうふうに訳してあるわけですが直訳でも全然構いません長い時間が経っている結構ですよで意味はよろしいですね もう今や、えー、贅沢品でも何でもないぞ。外国に行くのはとこういうことで当たり前の話です。で、カンマがあります。このカンマですけども、もうご承知かと思いますが、繰り返しです。In Japan の Japan が世界で一つしかない言葉です。こんな時にはカンマを入れなくてはいけません。これ英語のもうルールですね。じゃカンマがないとどうなっちゃうの？ないとですね、立ちどころに。 ないとこの後ろに形容詞がついているつまりジャパンの後ろにペケペケペケなジャパンという形容詞説がついてますねこれはなんで形容詞がついているのかっていうことを考えちゃうわけですつまり区別しなきゃいけないから形容詞がついているってことでしょとこういう反応です区別しなければいけないってことはその前提として いくつか複数のジャパンがあってどれがどのジャパンなのかわからないだからここでは後ろで形容詞がついているんだこういう,うまあ三段論法になってしまうわけですで、それおかしな話なんですね日本は一つしかないでしょうと,ということを明らかに相手に伝えたいがためのカンマでして説明するとこういう感じになっちゃうんですけどもじゃあ何を気をつければいいの 訳すときはそれほど日本語にするときにはそれほどあるなしっていうのは気には実はならないんです。ペペペケケペケな日本に置いてってやっても日本語としてはそんなには気にならないんですけどもまあ一つの対処法としてはカンマがあるときに一旦ここで一旦ここで切ってみましょうそして日本ではっていうふうに文を明らかに切るというのが対処の仕方としては一番安全な無事な対処の仕方になります。 これ薬質の場合ですね一番気をつけなきゃいけないのはその「薬室」よりも英作文の時なんですこれが一番気をつけなきゃいけないこれはもう必ず減点されちゃう。英作をする時に世の中に一つしかないもの比べようがないたった一つのものを書く時には必ず後ろにカモをしなきゃいけないんです。ですから土地の名前 東京とか仙台とかなんとかって書いたらカンマ何々って書きませんとこの時点で原点対象になっちゃうとここが一番我々は気をつけなきゃいけないところですね世の中に比べる対象でないものを自分でお書きになるときにそれは必ずカンマを振って次に説明するときには次に説明を書きましょうピリオドにしちゃってそれで文止めちゃえばそれでもう終わっちゃえば結構なんですよというところが一番のポイントになりますはい。 その日本においては多くの人々がプレソラってのはこれ、どんな意味かこれですねおびただしい量の有り余るほどの「トゥーマッチ」h って感じなんです、まあ。丁寧じゃない言い方をしては too much 非常に硬い表現なんですけれどもこれって出るんですかそんなには出てこないんですけれども、えー、ネイティブに行けばもう全員もちろん知ってますしこれ気をつけて。 がいいよ時々出るよっていう方もいらっしゃるそのぐらい微妙なんですけれども知らないって人はいないというぐらいのとこなんですねめったに出ないって出ないんですけどそう思ってるとひょいっと出てくるというどっちなんだよって感じですけど、まあ、意外とですねそんなところなんですですから何がいっぱいもう有り余るほどあるかっていうと後ろに A と B アンドで結ばれてますそれをテイクアドバンテージオブですから利用する。多くの日本人が おびただしい量のペケペケを利用しているはい、じゃあ何と何を利用しているのかというとがありますから右と左ということで右から見てっていただきましょうパッケージチュアーところが後ろに4と書いてありますさあ、こういう場面ってのは割とあると思うんですけども本試験でもここはご判断いただかなきゃいけないです文法的には右側のパッケージチュアーだけを修飾するのかあるいは 左も含めて A と B 両方安どで結ばれたものを共通に就職するのかどっちもかなんですねじゃあどうするかってこれ文脈からいくしかないんです文脈ってことは内容を取ってです内容を取って事実に多分こうだろうなこういう意味で被者書いただろうなってことを想定しなきゃいけないんです右側はパッケージ調和ですねで左側格安航空券で何人が就職後としてあるかというと Quick Trips of Road Quick がまず大事です手軽なってのなしですよ手軽なってのは Light とか Easy ってなりますか。手軽じゃないんです Quick ってのはあの理解が早いってのも Quick ですし時間が早いってことですね手が早いってのはあの非常に例えばあのボクシングとかでバーンとかすっげーな早いななんていうのも Quick なんですですから時間がっていうことがまず Quick の対象ですね物差しとしては クイックは短時間ですから短期間のクイックトリップサブロー短期間の海外旅行のためにどっちなんだあそりゃパッケージツアーでしょ3泊4日とか3泊といっても飛行機の中で寝るから実質1日とかで帰ってきちゃってるのもあんだよねとかいろいろあります,ですけどもそれだけかしら格安航空券は別に短期とかってどうなの、えー 結論から言いますとこれはですね日本の私たちの海外に行く旅行のスタイル自体が非常に短期だというふうに言われております西洋の方が海外に行くという時にはたい1週間か10日は見積もっていると長い場合ではまあまあ2週間ぐらいだということらしいんですね。我々ってまあ3泊4日あるいは2泊3日近場でしたらそれで十分に行ってくるじゃないですか。 ですから我々の,その格安航空券を使う自分で行くパターンであってもあるいはパッケージツアーであっても我々って基本的にあのクイックなんだということなんで両方ともこれは就職しているというふうに取りましたこれ何とも言いづらいところなんですけどまあ右だけでもいいんじゃないのというところもあるんですが一応は我々の旅行スタイルということで両方というふうにいたしました。 ということで、えー、ここで覚えていただくのは、take advantage of これは絶対にこれは次に出てきたときに覚えなきゃいけない。p l e プレ o ラーを、まあ、覚えればというところですね。too much という形で覚えていただければよろしいと思います。で続いてです。But the travel industry is once again focusing on the big profits to be had from high-end tour packages.、はいえー、しかし、 旅行業界ってしたいですね旅行産業は、えー、フォーカス・イング・オンというのは動詞ですから注目している着目している焦点をオンのところに合わせているつまりそこにじっとこう着目しているわけですですから旅行産業っていうと何か主体者として日本語としてはちょっとそれこそピントがずれる感じ。 旅行業界としますと、えー、生き生きと動きが感じられます細かいことですけどもしかし旅行業界は再び大きな利益に着目注目をしている焦点を合わせているところですと TOB、まあ、とありますがペケペケペケな大きな利益と訳していただくとにはその間に当然入れてはいただくわけですカンマがありませんからじゃどんな大きな利益かというと。 to be の前に which are が省略されている to be だけでももちろん取りやすいんですけども今回はあえて which are を補っていただきましょうあえて分かっていますけどもと入れますと big profits which are to be 出てきましたのは b プラス u s to 不定詞です to be じゃないですよ are to be のここです でそれが入ってたんだな隠されてたんだなってことが改めてですけれども今クローズアップされましたで「B+2 不テシって何でしょう?「助動詞と同じですよ、ね、Will」とか「Can」とか「May」とか「Masa」とか同じとじゃあ同じものが何で英語の中に2種類あるんでしょう同じだったらどっちが片っ端にしてくれたらいいのにとこれにはその訳がありまして「助動詞は主観的な。 自分が人としての考えを動詞にプラスしていくわけですキャンだったらあり得るよねマスターいやそれ違いない間違いないよウィルいやそれってそういうことってあるでしょそうしようと思ってるんだっていうような、えー、人間としての気持ちを入れていくのが助動詞ですじゃあ B プラストゥーフテイってのはこれ客観的に見ての 予想予測可能性なんです。私が思ってるんじゃないわ。誰が見たってこれそうでしょ。ですからビープラスドゥフテーシの例文とかで、この二つの川はお互いに交わることはないであろうという運命なんてことで例文が出てったりします。二度と戻ってくることはないであろうと。誰が見たってそうよ。 私が予測してるんじゃなくて私が可能性言ってるだけで誰が見たってそうでしょっていうこういうこと柄を表すときには助動詞じゃなくて B プラス中不定詞で表していくということなんですあそれはそうねじゃあ分かったじゃあどうしたらいいのこれ訳すときにあたっては B プラス中不定詞分かりやすいように助動詞の何かと特化してしまう変換してしまうんですで今回はにこれが実はキャンなんです 可能性ということは取りも直さず名詞の後ろに「TOB」e とあるこれは形から言えば不定詞の形容詞的用法ですね。中学のといめの名詞ってありました我々が目にする英文ではそんな単純なものは最近はまあ目にしないというか、まあ、皆さんは求められていない。その一つが この可能ってやつですもう一つが同格です同格の場合は左の名詞と右側が全部同じ内容であるってことは条件要件ですけどもですからこれがすなわちあの不定詞の形容詞摘用法が可能で表すパターンのその舞台裏でございます B プラス2不定詞が後ろに隠れてたんだですからハド もたらされるも持つということをさせられることができる、えー、という意味で取るわけです。ハイエンドは豪華な価格帯が最高価格帯って言われたりします。ハイエンドまあいろいろこう並べたときに一番高い隅っこにあるってことはずっとまあ値段的に並べていったときに一番高いところにあるっていうそういう意味合いです。つまり もうプロに近い方なんでもうスピーカーいじってんですけど私プロに近い方なんでもうプロに近いような内容ももう非常に高度なものその代わりお金は出しますそういうもの欲しいんですってハイエンドユーザーとかっていいますですねですからハイエンドって豪華な内容はもういいようにしてくその分ちゃんとお金出しますか豪華,すす豪華なパッケージツアーですツアーパッケージツアーから 得られる得ることができる得られる大きな利益に再び注目をしているところですとこういうふうになってきますですから、えー、あくまでこの中 B のところに可能っていう意味を多分そうだろうなでもそんなの入れちゃっていいのかなというところをきちっと確信していただければ、えー、訳音は非常にすっきりと日本語らしくなって決まってきます さあ続きまして、One major player in the business, HIS Co., already appears to be profiting by catering to customers with a taste for extravagance. はい、ここまで,ですね。旅行会社大手の一つ、One major player ですから、これは別に選手じゃなくて、後ろに HIS Co. ってありますこれ、カンパニーとも言いますね。である、HIS 会社はもうすでに Appears to っいうのはこれがなければ is profiting ってなりますね。まあ当たります。なんで appears to ってあるの？appear ってのは出てくるとか見えるって意味なんだけど、はいこれはですね、be 動詞の is これをちょっと薄めるためにあるんです。Appears to というのは is って言っちゃったら100%間違いないっていう非常に断定的な言い方なんですね。 アピアスというのはこれも客観的に見てそう見えますよ客観的にそう判断できますよっていうことの意味を付け足してるんですいわゆる大人同士の会話なんとかいずなんとかだなんとかいずなんとかだっていうのは大人げないですねいくらはっきり言う英語としてもですね人に物を教えるみたいな感じって若干ございますですからのようですよってこう言ってるんです その HIS 会社ではもうすでに利益を得ているようであるとこれはもしアピアーズ・トゥーがなければ利益を得ているのですあんたなんで知ってるのよとえあんた HIS の経理の人なんでそこまではっきり言えるかなってこういうふうに言いぶかっちゃうわけですよねですから大体いいこういうふうについてきてます何によって by これ from 入ってもいいですよ ケイターューという言葉はこれはあのケイタリングって我々日本語もほとんどほとんどなってます13ページの上にありますがケイターューでは人様の要要求ととか要望に答えるる応じるってことですで食事をまあケイタートー、食事必要な方に食事をまあ供するっていうのもあるわけですねこれオファーという感じなんですけども食事を提供するっていう意味もありましてそこからケイタリング 食事の調達っていうのが今日本語になってましてお町様でしたあなたのピザとかですねああいう宅配みたいなケータリングサービスって言ってますね食事の調達をするサービスっていうのがここになりますですからもともとは食事だけじゃなくて人様の要求に応じるまさにここでは何に応じているかというとカスタマーズお客様がウィズ このウィズは、はーっと。ペケペケを持っている、ペケペケの思考がある、そういうお客様、こういうことです。お客様の後ろについているウィズ、あ、なになに。テイストのところで気がつきます。テイストフォー、な何なの好み。贅沢思考、贅沢の好みがある。 with a taste for でわかりますね何々思考のあるお客様に答えることで利益を得ているようであるもうそういうい高級思考の旅行を提供してずいぶん儲けているようですよもうなんていう言い方ですねエクストラバガンスは割と覚えやすいですエクストラって言葉が呼ぶんとか普通以上をってエクストラですかね エクストラバガンスで贅沢続いて after a recession that has lasted well over a decade the economy finally seems to be coming out of the woods Recession は不景気ディプレッションというと何かもうとてつもない恐慌って感じ、まあ、今も100年に一度の強慌だから今もディプレッションって呼んでいいんだっていう 意見もあるでしょうものすごい大げさに聞こえちゃいますからまあリセッションぐらいこれはいつのことを言ってるんですかねリセッションのあと不景気のあとでこの不景気が後ろに説明されてますデケイドは10年10 years ですオーバー超えて well は理由に十分にってことはもう11年というよりももう1213145年になるかなってこういう感じです well over decade 10年を超えて続いた不景気の後でデケイドはこの英語でも米語でも両方使いますデケイド似てるっていうとなんですけども英語だけの言葉で「フォートナイト」って言葉ありますね「FORT」に「Night」って書くんですけど「フォートナイト」2週間って言いますね2 weeks。 これはあのイギリスの方は普通にお使いになりますですね。すいよ、マニでいい、ポッチないとなんて言って、じゃあまあ2週間この月曜日な、なんつってえ言うんですけども、アメリカの方言うと、ええ？英語喋れ英語なんだそれって、分かんねえなあっていう感じになっちゃうんですよね。決して仲良くないですからね彼らは。はアメリカは暗いとか、もともと植民地だったところはこんなにあの。 発展したから基本的にいつも妬んでんだとかですねこういう観光でもう言ってますからねイギリスの方はイギリスの方でもあんなにもでっかい声をして自分の国が世界で一番だと思ってどうしようもないんだよってまあ大体本音っていうのはこの辺りにあるかと思うんですけどもまあその珍しく今交流されてますけどもまた珍しくイギリスしか通用しない言葉でございますさてえその不景気のあとで「経済はファイナリー」。 「ファイナリー」というのは「ファイナル」が最後ですから最終的に「結局は」というところなんですがあのいい結果に終わった時ですこれファイナリーはですから「ファイナリー」から言葉を始める時ってあるんですねネイティブの方もうその時はこちらは一緒に「喜んであげるといいいう顔の準備をしておかななきゃいけないんですファイナリー」って言ったらこちらも顔を崩して「よかったね」って準備なんですね。 これあのアットラストっていうのも同じですアットラストってこれはもうあよかったってことを言いたいがためにそこから始めるんですけどもインディエンドとかってあるんですよ逆の意味ですインディエンドって言ったら同じ顔してたら人間関係そこで終わっちゃいます,す、ね、インディエンドっていうのはもう参った結局こうだったもんななんていう時ですから大変だったねってこう眉を寄せるような顔の準備をしとくという ですから「ファイナリー」は大体ああ良かったんだよ最終的にはっていう時に使う言葉 to 先ほどの「appear to」と違って「seem to」はこれ主観的に自分としてはこんなふうに思うんですよ今の経験から今回ちょっと鑑みてまあこういうことじゃないかなって思うんですよねという感じですから「イズをこれも柔らかくする。 とと思思われるじゃないいかと思うみたいだね何でもいいんですはっききり言わなきゃいいんですですすだということの代わりですですから最終的にやっとのことで経済は「coming out of the woods」森から抜け出てきているように思うのです見えるのです思われるのです森から抜けるって何で経済が森から抜けるんだこれはもう完全に抽象的なことで。 じゃあ西洋の方にとって森って何でしょう森は例えば彼らの童謡じゃないですねああいう童話の中ですと大体おばあちゃんを食べちゃったオオカミかなんかが今度おばあさんの格好をしていたりして怖いよねと森の中あんまりなに一人で行っちゃいけないよってこういう感じでしょうかね。我々海洋民族です私なんか海パターに住んでましたから言われてました。 日が暮れたら海に入ると海坊主がいて足を引っ張るからねつまり子供に「日が暮れたら海はもう何も見えないですから行っちゃいけないよ怖いところだよ」っていうこういうことで教えてきたっていうのな何か通じるものもある気がいたします森はそんなところ夜になれば真っ,黒真っ暗自分の一人で行ったら迷っちゃうところですから危機なんですね危険危機を逃れようとしているようであると。 危険というと何か一つの物音になっちゃいますが危機を脱出するぐらいの言い方でよろしいかと思います。困難という言い方でもいいですが経済ですから危機を逃れつつあるようだ経済という言葉そしてファイナリーという言葉のニュアンス、えー、カムアウト何円から抜け出てくるということあたりからこのあたりは初見でも 非常に近いいとところままでは迫れると思います原点でないように書ければこれよろしいですよね。で今もう見ましたかこれ危機ってことだな困難ってことだなというふうに、えー、頭に入れてっていただけますね。さあ続いて「that process その過程」「however」しかしながら、はい、この「however」は前と後ろにカンマがついてますですね。これ結構重要でして 前と後ろになんか門を立ててこれ石書のようにしちゃってこの言葉一語だけですよ。前と後ろつながりませんよってしてるんです。However は However 何々って後ろに繋がっていくようなとこもありますですよね。つまり However はこれ一語だけということで品種を決定してるんです。これは副詞ですよって言ってるんですね。副詞ですよ。 何々だけれどもっていうふうにならないんですよ意味はでも福祉で1語でも何々だけれども意味同じじゃないのって意味は同じでこれはバットと同じ意味になっちゃったんですじゃあなんで一番文の先頭に出さないんですか However, that plus. そうすると何々,何々だけれどもってなっちゃいますので文の途中に入れてあってですね接続詞でしたら文の一番先頭に来なきゃいけないんです。 ですから but とかか文の先頭に置ななきゃいけないけんです。The process, but, これはないんです。ところが「however」は「しかし」「だけど」っていう「but」と同じ意味なんですが副詞ですからどこに置くこともできる、えー、一番先頭に置いたら接続詞と間違えられるから「文の中に入れて「カンマと「カンマでこんなふうにしましたなんでそんな複雑なことをするんですか「but」ってやればいいじゃないですか。 小学校の時き教わるらしいんです。バット何々で始まるのはあまり勧められないよと教わるらしいんです。語としてあまり文章を書くときにバットっていうのはこれは口で言う時はいいけれども文章を書くときにはもうちょっと行儀よくしなさい。バットから始める文章はなるだけ避けましょう。代わりに however とかを使いなさいって指導されるらしいんです。英語で国語っていう授業らしいんですね。 と言いながらこれれ行目にバットってて書いてあるんですけれどもえなおのことですからこの二度も「バット」からで始まる文章を作りたくないということでえよく我々これから目にすると思いますですから「ハーウエバー」は「副詞だから文の先頭には来てない訳すきには「バットザットプロセスと同じように訳しちゃおうしかしその過程は全然構いませんだけどだがその過程は「外せ」 In motion, a subtle shift in the さて、セットの後ろで何かおかしいって感じた方は非常によろしいです。セットって他動詞でしょそうなんです何かをセットするってことでしょ何かそこにセットする。何かその特に置くってことなんだけど、プットじゃなくてセット似てるけれども、 これは他動詞で実は「セット」「何々インモーション」「動きの中に何かをパッて置くあ」じゃあそこから動き始めるってことそうです。動いているものの中にパッて置く「セット」「目的語」「インモーション」っていうことで一つの意味を表すんです。でもおかしい。後ろに「アサトゥーシフト」これが実は目的語で「 本来は、せっち、アサトゥーシフトインモーション。だったんです。じゃ、あなんでこうなってないの。サトルシフト一五ぐらいだったら、置けるんですが。長いので、置けなかったんです。うーんと、長いので。アサトゥーシフトの後、ずっと、これ、一塊で、アサトルから。ランスケイプまでが、これ、一つの塊。社会経済的な。 状況分野における微妙な変化こういうふうに長くこれ一つまとままとりになってますランスケープは景色とか風景って意味ですけどもこの目で見るのが景色だけじゃなくて遠いところから上からバッて見る感じ動きをいちいち見ているっていうことじゃないんです。経済の動きあ今日どうなななっってててるかなってんじゃなくて 遠いところからパって経済っていうものをパって俯瞰してみるって感じ。ですから、状況とか分野っていうような意味合いで訳していきます。社会経済的な、まあ、分野。パって見た。ソシオはソサエティ、エコノミックは経済ですが、社会と経済というものを。これ、造語ですね。社会経済的な分野。 その国の社会経済的なな分野における微妙な変化その後ろにえ「まだついてます」「that」「メニ h シンク」をこれ括弧でくくって頂い,いてこれは AK でも何べんでもう出てきてますでしょうか連鎖関係代名詞ってやつでメニ h シンクを括弧でくくっていただいて括弧でくくれればこれもう終わりってぐらいです。でなんで括弧でくくれるかといえばですよ「シンク」と「イズ」が動詞が2つ並ぶわけがないなと。 動詞が並ぶわけないですね。動詞というのは主語とペアになってますから、シンクはメニーとのペアですから、メニーシンクで。これで一つくくっていただ、いてじゃあ、イズは、イズの主語は。これざっとイズです。そうそう、メニーシンクってなんで出てたのよ。メニーシンクはもともとの文章は。訳すときはこれあと、後回しにですが、もともとの文章はメニーシンク。 ざっと説があって何々ということを考えていたざっと説の中にこの周りの文章が全部入ってくるんですざっと「アサトシフトインダネーションソーシ,シオエコノミック・ランドスケープイーズ・ワードニング・デ・ギャップ」ということを多くの人が考えていたそういう前の先行詞ってこういうふうに考えていただければいいんですですからメニー・センクを技術的には抜き出しといてないものとして全部訳す そのどっかに多くの人はと考えるって日本語で入れてくれればいいのでまあそれだけのことってことなんですねじゃあやってみますよどういうふうなものかどういうその微妙な変化かというと the rich これは rich people の people の代わりにザって入れましたですから the rich で rich people 止める人と 貧しい人、まあ、貧富の間にある貧富の止める人と貧しい人の間にあるギャップ格差を広げていると多くの人が考える微妙な社会経済的な状況における微妙な変化をセットインモーション動きの中に置いているどういうことセットインモーション何々を。 取り掛かる、始める、こんなふうにこのセットインモーションを取っていただければよろしいかと思います。唇を切る、動かし始める、こういうことになりますね。動いている中にそれを置く、そこから始まる。はい、ということで一つずつ細かく見てみましたですけれども、ご自身の中でどういうごと語のつながりが苦手かなというふうに見ていっていただければいいんですね。で、苦手なところを確実にしていただければよろしいかと思います。 はい、では1番このあたりにしまして今度は2番に参りましょう、はいえー、BK で初めて登場いたしました以下の文章句読点も含めて120字以内の日本語で要約しなさい要約、はい、問題ですけども去年ぐらいはちょっとその去年一昨年もそうでしたか120字がちょっと短くなってますですけれども えまた長く100時120時になる可能性もありますですからちょっとこのぐらいの時数ということを想定して今日やってみたいと思いますまずえようやく問題って目にしたならばまずやっていただきたいことがありまして段取りとしては段取りの0というか1として段落の番号を振るってのがあるんですで今回は1つだけでしょ今回は1って振ってそれで終わりなんです。でも必ず振っていただく なんで段落が仮に3つ分かれてたら要約文も3つ分かれてこの文章の中からって言ったら段落から何らかの形で抜いていただくというのは原則なんです。3つだったら3つとも抜いてくるってことなんです。1つ無視しちゃいけませんよよってこれ原則ですよあとはは最近の傾向は 以下の文章の中の第2段落と第3段落から何を抜き出しなさいあるいは一番最後の第4段落から何時で抜き出しなさいこういう説問になってますのでご自分で番号を振っといてですよそこだけ横線引いていただかないと気が付いたら全然関係ないとこも含めて書いちゃったどうしようもう時間ない」ってこれ最悪になりますので段落番号を一番最初に振って で何段落ってところをもう線引いてここ他は関係ないというセッティングしていただくんですその2つのつ意味がありますそして続いてですね今度は何をするか120字ってていうことを考えてみるんです120字の日本語って言ったって英語を抜き出してそれを日本語に翻訳するわけですから英語の単語を何を抜き出せばいいかっていうことが分かんないと抜き出せないんですね。 でここではあの黄金率のようなルールがありまして英単語1号を日本語にすると大体2号になっちゃう丁寧な日本語を使う方は2.5号になると「グッモーニング」「おはよう」「あそれそうだな」って、まあ、これ一番簡単な例ですけど全部そんなに簡単ではないにせよですね大体そういう感じなんです。ですから英語を同時通訳してらっしゃるどんなにあれでもどうしても日本語の方が遅れてくる。 はずなんですね時々同時に終わったりしますけど「なんでですか?」いやこういうことを言うと思って先に想定して喋ってるからっていう方は同時に終わったりしますですけど日本語の方が実ははるかに多いんです。ということはですよ120字の日本語に要約するって最終的に1 2 5の日本語で答えを作るってことは2倍ってことは60ワーズ。 2.5倍私は丁寧な言葉遣いだから使っちゃうかもしれないなって方はどうでしょう50いや5050 50弱か50弱から60ワーズをこの中から抜き出すってことになるんです。で1文ずつ抜き出していくわけじゃないですから文章として塊を抜き出すわけですからそうするとあと分かりやすいようにですね何を抜き出すかってところまでちょっと計算しておくんです。 ということは一行に何ワーズでこの一つのラインができているかってと数えるんです。そんな時間あります。一二三四五六七八九十一行目は十二号でしょ。二行目はなんかちょっと一二三四五六七八九十あ二行目は十二号だいたい十二号か三十三ぐらいで考えときゃいいのかなそんなもんでいいんです。ですから六十五を抜き出すんだったら五行以下。 もうちょっと5235だったら4行半ぐらいかなでそれが何でいいのこれを大きく1行目ぐってここを抜き出すって丸でこう囲むんですですから面積として4行からそれぐらいが丸でこう囲って抜き出したらそれをあとはそのまま日本語にすればいいだけなんですで下線部筆役じゃないですかわ分かんない単語はごまかしつつやればいいんですよ。といととうことは 全部でこれ1235101112131415行, 12, 行ある英文を3分の1に縮めるってことが今ここに求められている作業ってことが分かりますね。3分の1だけ抜き出せばいいじゃ余分なものを排除すればいいんだじゃ余分なものと抜き出さないものそれはどういうふうに区別すればいいの次はこのテーマになります。要約、ね、ですから 言いたい本当に言いたい結論の部分を抜き出すんですで文章っていうのは日本語も英語もそうなんですけども言いたいこととその補強の2種類に大きく分けることできます言いたいことが自分が言ってること文章を書くってことは相手に自分の主張を伝えたいわけですその時にどうしたら自分の言ってることが正しいって相手に分からせるかというとよく使われるのは いやオバマさんだってこういうふうに言ってたよ何々研究所で10年間調べた結果もこうなんだよあじゃああんたの言ってることは正しいかもしれないねこういう論調ってあります,ですよねですから結論を言うときってそれを補強する材料は例って言います例を持ってくるんです一番の例は誰もが知っている固有名詞を使ってあるいは数値を使ってこういうことで 補強する逆に言えば固有名詞という非常に具体的な話が出てきたり数値という非常に具体的なお話が出てきたものはこれ抜き取らないってことですこれ例ですから例から抜き取っていったら切りないんですね。抜き出したいのは例によって導かれたた結論だけ取りたいんですですからそうやって見ていくんですね。 で特に英語の文章っていうのは結論が先にダーンと出てその後ろにそれを補強する例がバっ,って出てきてでまた一番最後には忘れないようにもう一回結論出すっていうような私たちが書く文は最後まで何言ってんか分かんないでいろんなことができて最後にこうだって,言うっていうことですね。 それもと思わわざるわけにはいいかないのでありますがどっちど,ど,どっちっていうようなぐらい分かんない日本語だったりしますですから英語の文章っていうのは最初の1行2行ぐらいをまず時間かけてもちゃんと訳しなさいっていうのはそこに文章全体を通すテーマが書かれているのが常だからですねこうやって書くことが多いからです。でもう一つですね抜き出した時のもう先考えちゃうんですけども。 先に日本語で120字書いていくときに文章っていうのはどういう文章であれば無駄がない文章かこれはあの新聞記者の方がそういうトレーニングされる私の友達も言ってましたがうまい文じゃないんだと 5W1H はちゃんと書いてあるかどうかなんだだからだいたいどんな書が書いても最終的には同じような文章になるんだって言ってます。いつどこで誰が何をなぜどのようにやったんだこれが書かれているかどうかです で自分が書いた文章にタイトルが付けるかどうか何のこと書いてんだタイトルとしてこのタイトルっていうのが付けれればもう文章としてそれはもう間違いない文章なんですね。だからそういう文章になることを願いつつ英語を抜くわけですからえっ、ー、とどういうことですから「どこで」「いつ」これを抜き出そうとです。しかももっと言えば いいつってのはあんまり問題じゃないんです新聞ですから「いやこれは実は4年前のお話します」ってないんですあんまりですからどこでは絶対入れてくださいどこでってないとなえなどこの話ってこれな結構我々抜かしちゃうんですですからどこでは絶対に入れるだから「なぜどのように」っていうのは出てきた時に「あこれなぜのことを言ってるこれどのように」ってやり方言ってるっていう場面に出くわしましたら「 あ、これは良かった。ここ絶対抜き出さなきゃって反応してもらえればいいんです。それ先を読んで反応していただければいいんです。この2つを頭の中に入れたまま読んでいけば、ここは抜き出す。ここは抜き出さないっていうことが1回読んだだけで大体こう作業に入れます。打つと無駄な時間いらない。 長い丸でここの部分抜き出しますよって抜き出してもらってあちょっと多すぎちゃうな少ないんだったらあとで付け足しちゃっておきます多すぎちゃったのが書いた後でこれカットってできませんから割とぎりぎりのところで英単語は選んでおいてあと日本で書きつつあこれ大丈夫だなってニュアンスが分かったらプラスしていけばいいんであとで付け足しは可能ですからね。よろししいでしょうか こういうことを想定して先を読みながら作っていくわけですでは、はいえー、やってみましょう今日のアプローチとしてはこの英語の文法的にどうこうというよりはここは要約問題の答えとして抜き出す抜き出さないということでやっていきますのでもう前訳を右側に日本語で見といていただいてこれと付け合わせながら こういう理由でここは抜き出す。こういう理由でここはいらない。これを一つさばいていきたいと思います。よろしいですかでは、頭からいきますよ。Charlie Brown, Garfield, and other longtime favorite cartoon stars will soon be sharing space in US newspapers with dull eyed women in f r i l l y outfits, effeminate long haired heroes, and cute fuzzy animals. さあこの中ですけどパッとお気づきのことありますねチャーリーブラウンあの漫画のあのチャーリーブラウンでしょガーフィールドってあれあれ猫だったりトラいや猫だったよなもうこれ具体的な超具体的なものから入ってますいつもの英語のパターンと違うなつまりキャッチな感じですねえ何チャーリーブラウンド何この文読んでみようかなってさせてるんです。 書き手っていうのは読,、ま、読んでもらわないことには自分の名声も上がりませんですかねライターとしてそういうパターンですから我々今置かれている状況としては「この文章って普通いらないでしょ」だって超具体例だからこの後ろに何でこんな具体例出てきてるかその心はその結論なんでこういうことどんな文章なのかって出てくるはずだと飛ばしちゃっていいぐらいなんです。 よしですね、ただこの中で書いてあるのはここです「will soon be sharing a space in US newspapers with ペケペケと」後ろにはこれ日本の漫画の主人公が書いてありますけれどもペケペケとともにアメリカの新聞においてスペースをシェアする共有するようにすぐになるであろうであろうって文章で書いてある新聞の「will」っていうのは決定しましたって意味合いです。 とということになりましたそれを皆さんにいち早くお知らせしてますってこう歌うという決定がなされたってこういう意味なんですね。ということでじゃあ3行目まではこれもう取らないまあ漫画の話だろうじゃあ続いてくるだろうな来ました「come January」これ「when January comes」と同じ1月になると「漫画コミックス」これは日本語の「漫画」です。 我々はパッと分かりますけども MANGA かんないです英語で読者のことは分かんないつまりということでその説明があります One of most successful exports Japan's successful 日本で最も成功した貿易輸出品の一つであるがなんだか固く言ってます同じことを言ってますでしょう。 最初の2つの文章って同じこと言ってますさっきはチャーリー・ブラウンがどうしたガーフィールドがどうしたって言ってますが今度はもうちょっと具体的に「漫画」と呼ばれるコミックスがですから「漫画」「コミックス」これちょっと丸で囲って頂いたこの2単語これ主語です start appearing ここも3単語丸で囲っていただいて。 どこ,こどこでっていうのはこのことが行われている場所じゃありませんから次の「in severe major papers in the US」これで場所まで入りましたアメリカの主要な各紙に登場することになるだろうもいりません登場することになるこれが今までの6行の中で言われていることです。使った単語は 1, よ3行目4行目が123そして5行目が In Several Major Papers in the u s 1 2 3 4 5 6 7 5行ぐらいですかこれでだいたい1行分取ったなって感じなんですですね次が The reason 理由ですかこれピンときてください「why?」って聞いてますなぜあこれは日本語にするときにその理由も 5w1h でいるから ここは取んなきゃその理由が書くか書かれてるんですで我々としてもこれ欲しいとこだとニュースペーパーエディター want to attract more young readers 新聞の編集者はより多くの若者を欲しているから若者に新聞読んでほしいってことかなまあここ一応は一応抜き出すって感じだけどなですねリーズン理由ですから a study ですね。あ、スタディこうきました。ここでピンと来てください。研究です。つまりいきなり例を出してます。研究によるとこうこうこうだから、だから理由がこうなんだって理由で言ったことをまた補強説明。理由の理由を具体的に補強してるって感じですよね。ですからここからいらないです。あ、スタディって言ったとあ、これはまたあ材料ね。もういらないです。後ろには。 カーネギー・コーポレーションによって今年の初めにまあ出されたこういう研究その結果がリリースされた発表されたそういう研究は「put the average age of US newspaper readers at 53 and climbing」「age ってありますか53は年齢 put a at b 何々だとまあ概算する当てにする評価する見積もるとこういうことです。 ここで言われてますのはアメリカの新聞の読者の平均年齢は53歳またはそれよりも数値が上っている上がっているあそれ以上だというふうにこの研究は出たアメリカで新聞読んでる人って53歳ずいぶん年齢層高いなってだからアメリカの新聞を作ってらっしゃる方はもっと若い人にも読んでもらいたいなるほどそういうことかということですね。 ですからさっきのところやっぱりこれ入れとこうっていうふうに今また分かりますそしてダッシュの後ろ Hardly a recipe for circulation g r o w t h そしてこのことは文法的に言えば And which is a recipeHardly a recipe ですから Hardly は Not とほとんどおなじみレシピにはならないレシピっていうのは調理法ですから 解決するための正しい調理法っていうような感じですね。解決するための正しい方法にはほとんどならないんです。何のためのサーキュレーショングロースは発行部数を増加するためのとこですね。そのことは発行部数を増加するための。 これからもっと多くの人に読んでもらいたいんだけども,もう年齢層が高いので若い人を取り込まない限りは発行部数をもっと増加するってことはできないんだというようなことが書かれています。ですから今アメリカの新聞は発行部数が頭打ちになってるんだなということもここで分かりますだから若い人に読んでほしいんだなですから「forCirculationGrowth」っていうのは今抱えている問題ってとこも見えてきましたで、ね、ここも もう一つの「Why?」の具体的な理由として必要だなとチェックしておくわけです。続いて、セリフです。We thought if teens and working kids, あ o r y o u n g kids are reading manga, then why don't we get something in the paper that teens want to read? said John Glynn, vice president at the Universal Press Syndicate, which distributes comics and c l w n s globally to newspapers. ここまで読んでいきましたがこれ私たちからすると何か変な感じセリフ言ってその後ろに「とジョン・グリーンが言いました」って言ってるのにまた「ニュースペーパーズはビーイング」ってこれからまたセリフがあるんですこれちょっと慣れていきましょうこれ英語の書き方なんですですですからセリフは基本的に補強材料ですからセリフは取りませんと言いましたってここから抜き出していったら キリナですからセリフは日本式にカギカッコにしちゃってください。w e から r e a d までカギカッコしちゃって。と誰々が言いましたユニバーサル・プレス・シンジケートの副社長のジョン・グリーンさんが言いましたこれは誰であろうが関係ないここも取りませんでユニバーサル・プレス・シンジケートってどういうものですかいや世界的に世界の新聞にその漫画とコラム 日日曜日にドサッて来ますですねアメリカでもどさっと分厚くくるんですけどその中に漫画の4コマ漫画ぐらいがあってそれを楽しみに見ている人もいるらしいんですそういうものを発信しているシンジケートだ、まあ、そういう会社だって書いてあるんですが話を戻しますとセリフが今一つ上の方に鍵括弧していただいたもう一つニュースペーパーズからメディアムまでセリフがありますすこれがおかしい感じ我々するんです。 日本語でしたら一人の人が言ったセリフは長く鍵括弧で2回言っても2つ並べてと誰々は言ったってこう書きます最後に。英語の場合は本人が言ったセリフの真ん中にこう入れて言ったのにまたこの人言ってるっていうここに慣れてくださいですから頭の中ではこの2つのセリフは彼が言ったってことで、えー、セリフは取りません。 セリフは抜き出しません。2つ目のセリフ、まあ、最初のセリフからいきましょう彼は何て言ってるかといえばセリフの内容はこういうふうに言ってるんですよね。10代の子若者や子どもたちが漫画読んでるんだったら我々だって10代の若者が読みたいってものをなんか掲載してはどうですか Why don't we?」っていうのは誘ってる感じです。ななぜししいんだじゃいどうしたらどどううですか 今のところ新聞は親の世代の伝達媒体だって思われてるみたいですから最後のところはここです「ニュースペーパーズ・ア・ビー e ング・シーン」「ビーイング・シーン」「ア・シ e ン」n とどっちなんですか s e シーン」って目に入ってるとってなんでそれがビーイングになるんですか一時的に今こうなっているっていうことを表現したいときにはこういう状態同士もこういう使い方をするんです。今だけって時には 目に入っていることってプレイングピアノとかランニングとは違いますから今ピアノを弾いていますと同じように今目に入ってきていますっていうのはありえないです。e っていうのは今見てる目にしてるんですか今見ているところですって細くらいできないんですよね状態なんです。ところが Being s e e n っていうのはこれは一時的に今こうなっているいうことなんです。一時的に あず何々だと今思われている、えー、両親の親の見る媒体だと今のところは思われているんですよねでこんなふうに、えー、このジョン・ングリーンさんは言ってるんですなんでこんなセリフが使われたのかといえばだいたい,いいですかだいたいその次にこのセリフが出てきた理由といいましょうかセリフを持ってくることによっての結論があるはずです。 マンガにとってアメリカの新聞へのデビューというのはちょっとしたランドマークですランドマークってのな何て訳すかなこれ直訳でなくてもそのままうまく訳していただければいいんですよランドマークって何て訳すかこれちょっと難しいって難しいんですランドマークタワーなんてのも横浜にありますですけども。 これは15ページの解説のところに画期的な事件歴史的な建物建物じゃおかしいので画期的なこと画期的な事件だと訳していただければいいそして、漫画って今度2度目に出てきました3行目に漫画コミックスってできてその時は貿易品の1つだなんて何か木で鼻をくくったような説明でしたがもう一度出てきました。 ここでは a product of Japanese pop culture that has never been quite mainstream in the United States メインストリームは形容詞 q ワイ t は副詞ですからメインストリームで全くのメインストリームであるということが今まで一度としてなかったメインストリームは主流であるという状態は今まで一度もなかったアメリカにおいてそういう日本のポップ。 ポップカルチャーここも意外と大事ですポップカルチャーってしますと8語使っちゃう大衆文化って書けば4語で終わるんですじゃあ覚えなきゃいけない大衆文化覚えれる方は覚えていてただいていいですねポップカルチャー大衆文化はいここも「取ります」ですよ理由はセリフの後っていうのはやっぱりこれが言いたかったんですねですから The News Newspaper Debut ってところを丸々1行はないですけど抜いていただいてそして漫画についてもう一度改めてここで説明してますから漫画の説明もここでは必要でしょうここでほとんど2行取った感じです丸々2行分取った感じです後ろはと although it has long been a hit with the younger g e n e r a t ポケモン、Hello Kitty, and Japanese アニメーション or a n i アニメ o r short 具体的な例がポケモンがどうしたなとか出ていますが、ここもいらないですね。何々であるけれども。そうしますと、抜いていただいたところどうでしょうもうちょい行きますよ。3行目の漫画コミックス、4行目の Will Start Appearing、5行目の In Several Major Papers in, in the US。 同じ行でニュースペーパーエディターズ want to attract more young readers 二行下がって for u circulation growth そして下から四行目と下から三行目がほとんど丸々ですそうすると目分量でもだいたい一行二行四行分ぐらい四行プラスアルファで収まった感じがありますですよねこれを日本語に直していくんです 4行分ぐらいだから、まあ、たっぷり120号では間に合うだろうということで訳していただくそうするとこの答え見てください回答例をご覧ください読者が高齢化しているどこ,どこそれ抜き出したところにないじゃないこれうまいですねこれは実はあの53歳から上になっているという,うところをこううまくですからここはこれこんなふうに入れなかってもいいですよこれ非常に、えー、回答例として うまく書いちゃってありますが米国の主要新聞にですかこれ発行部数が伸び発行部数を欲しいとかっていう米国の主要新聞でも結構です大事なのは米国のが大事どこでの話日本の漫画が登場する若い読者を増やして発行部数を伸ばすためであるです、ね、若い読者を増やすためであるでもいいですが発行部数を伸ばすということが具体的なことなんで両方書かれています。今まで 米国では全くの主流となったことはないこれは下から3行目日本の大衆文化の産物である漫画が米国の新聞に初めて掲載されるのはランドマーク画期的な出来事であるいかがでしょう読者が高齢化ってここだけちょっとうまくいかなかったって方は結構ですよマイナス1ぐらいで収まってますあとは大体ご自身が抜き出したことと手際派は間違えてもいいんです抜き出したところがあってれば 8割は固いなんとなくまだピンとこないって方4回か5回この要約をやっていただきます練習しますとご自身のやり方が分かります段取りが分かります時間かからずにできるようになりますですからハローの生徒さんはこの問題に関しては実は皆さん得意な問題ということで試験場に行っていただくってことになっておりますまああと数回まだ十分時間ありますのでちょっと楽しみにしていただければと思います。 今日はそういうわけで一回目でございました。ではここで十分間休憩とさせていただきます。それでは後半の授業に入らせていただきます。ミニ英作文集から参りましょう。テキストで申し上げますと四十一ページでございます。B based on と出てまいりました。で回答の方もあらかじめもご用意いただきますので二十二ページ。 ですね。これをこう見開きでご覧いただきながらということです。B ベーストン、まあこれは何々に基づいているということですので、まあこれはこのままあ日本語をご覧いただいたときにこれが頭に浮かんでくればいいというまあここがまあミソでございますね。うん、じゃあちょっとじゃ日本語を見てみますと、この報告書は詳細な調査結果の 上に成り立っているどこにも「基づいている」って書いてないんだけどと、えー「上に成り立っている」ってここを日本語として「あ基づいている」って意味になってるなっていうここが日本語ネイティブとして我々はこう翻訳するわけですね。だから「BBasedOn」だとこれをもう瞬時に頭の中で、えーまあ、成り立たせていただくそうするとこの通り書いていけばよろしいわけですからこの報告書は「This Report i s Based on 後ろに詳細な調査結果 Detailed まあこれ care for でもいいですあるいは elaborate elaborate あの日稿のところで300線にありますですけど手な手の込んだとか、えー、苦心して作り上げたとかでも結構ですまあ Detailed でいいですよ詳細なですで d e t a になっているですね Research results リサーチはこれは調査というのはアンカウンタブル。まあ今回は調査の結果という形容詞に使われてますけれども、results はこれは数えられるもので結果については results ですね。こうなってます。でこの一つの文章だけでは何ともわからないんですけども、ザをつけても間違いではないです。どこか this ザってこれはありえませんですね。this r e p o r t とかつけようがありません。 The detailed research results the detailed の前につけてもまあ文法的に間違いではないです。じゃあどう違うんですか。まあ普通はどうなんですか。普通はつけないですよね。別に the っていうのはあの普通は the ってつけるのはもうそれ一つしかない。私にとってそれはたった一つだけのっていうまあ one and only の時に the ってつけます。 じゃあこれ座をつけちゃうとどういうふうにどういうことを言いたいって取ればいいのかしらて逆にこうなりますね座があるとこれですね座をつけたとしたらこういうふうに取れるだろうなとこの報告書はほら2人で作ったほらあの時のあの調査結果あれに基づいて作っているんですよねほらあれですよっていうようなことを言いたいかのように見えるんです。 ですからザ報告でも調査結果の方が大事っていう風にも取れるんですね。あそんなことなっちゃうんだ。別にそれで間違いじゃないじゃないて間違いではないんですけれども、そういう何かを強調したいときにザってのは意思を持って入れるわけです。何でもかんでもザ付けちゃダメってそういうことで捉えていただければいいと思いますね。じゃ続いて B に行きましょう。 彼の行動の根底には人は皆平等であるという強い信念がある。行動の根底にはある行動は何々の信念に基づいているとこういうふうに書き換えていただくんです。行動は何々に基づいている。これ B ベーストオンで書けれる書くためにはどうしようかっていうことと相まってこの結論になるわけですね。行動は his behavior。 アクションでもいいですけども日常日頃の行動はビヘイビアコンダクトっていうのは道徳的に見ての行いですから自分が道徳的に判断する立場神父さんとかそういうんだったらいいですけどもあんたの行いは道徳的に見てって普通はそういうふうな発言っていうのはあまりあまりない。 ですからコンダクトっていうことはあまり出てこないですね。行いたい度はビヘイビアリーです。His behavior is based on the strong belief or notion.Faith っていうと信仰って日本語になります。Faith は信仰という日本語にあたる英単語。Faith は,は信仰ですね。 ここでは「えーまあ、belief」ぐらいです「believe」の名詞形ですから強く信じること信念。that これは後ろに「えー、all men are created equal」と第五文型の受け身です。「create o l s e これの受け身になってますから「that は」はこれは接続詞で同格ここにあるですねで。create っていうのは主体は大体神様。 神が王を死であると想像されたお作りになられたとこういうような言い方でございますですから「by god」こんな省略です「all men are created equal で」で一つ注意申し上げたいのはこの「man」とか「woman」っていう言い方は今ポリティカルコレクト使っちゃいけないって言うと大げさですけども男女の区別はやめましょう「ポリースマン」「ポリスウォーマン」って言い方もしませんね スチュワード、スチュアーですスって言い方も今はもう古いフライトアテンダントさんっいう言い方してますですね全部そういうふうに「マンタ・がウーメン」という言葉は今や死語の扱いになっているんですでこれなんでこれアメリカの独立宣言から持ってきた引用ですアメリカの独立宣言にこう書いてあってそれをそのまま書いてるんでこれはまあ OK とじゃあ今は普通に人って時は何て言うの メンじゃあこれ男性って意味になっちゃうでしょ。そうです。ですから humans あるいは human beings こういう言い方です。humans あるいは human の後ろに beings、being は b の i-n-g-k ですね。beings というふうに使います。 ですかこうわざわざ「オール・メン」って書いてあるというとこから逆にあこれって昔の何かのとこからの引用で持ってきたんだなって逆に分かるようなことでございます。はい、じゃあ今度は2番いきましょう「But」を省略しちゃったりする部分も途中出てきたりしますんで、えー、途中と言いますが中にはそういう文章もありますので、まあ、後ろは分か,り分かるか限りは省略かということです。 これは B as well asA とも言えますがニュアンスは違います。B as well asA ってこれ書き換えかってなってますけれどもニュアンスで言いますとその場合は A はもう言わないでも分かる A はも,うもちろんのこととして B, B の方にものすごく光が当たった感じが B as well asA です。Not onlyA butB <laughs> この場合は両方とも同じような スタンスのかかり方ですね A も B も両方ともって感じです彼は科学ばかりか数学でも落第点を取った He failed not only chemistry あるいは in chemistry これは「fail」を自動詞で取るか他動詞で取るかどっちでも OK です他動詞で「failed chemistry」といいますと単位を落とす ある学科の単位を落とすっていう具体的な意味がフェイルにありますので多動詞でも全然問題ないんです後ろに but also <coughs> 前の方にインをつけたら後ろもインをつけて前の方多動詞だったら後ろも同じように多動詞にしてそこだけ合わせてくださいマスマティックスマスマティックスはあの最後「S」つきますからねこれを覚える時につくなって つくんだよなって、えー、頭に入れときます書きながらあ「あれあれどっちだったっけおかしい」えー「単数なのようにあれつくんだったっけ?」って本番でこんな迷いが生じちゃったら、まあまあ、困りますんでスペルとともに「ますます」って普通はあの「ます」だけで言ってますのでただあの試験の時にはちゃんとこうスペルアウトしていただいた方がよろしいんですね「マスマティックスと」とですから最後に「S」がつきますし「ます」の「MATHE」A T H e ですからこの辺もきっちりやっていただこうと小文字でいいですよあのこの数学も科学も科学はあの C を大文字にしちゃったりしたらかえっておかしいですからねケミーになっちゃいますからねあの歌手になっちゃいますからねあケミあそうかと、うん、何であんな方がいいよなってなっちゃいますからね今そういう横文字の人多いですよねエグザイルとかってあれあの 外に出すっていうのはどうなんですか追放するって意味ですかねイクザイルって言ってるのにあのメンバー増えたりしてるんですよね。<laughs> まあちょっと、まあ、信用できるできないじゃないですかまあそうなんです今多くなってますじゃあ D いきましょう彼女はよく働くし有能でもある。She not only works hard but is competent これあの capable とかでも結構ですねもちろん She is capable もちろんです。 ンンピテントっていうまあ言い方ありますエフィシェントとかでももちろんいいです有能な敏腕になって結構ですスキルドでもいいです今申し上げたのは全部形容詞、まあ、not only と but also の後ろは全部合わせなきゃいけないです動詞だったら動詞形容詞、えー、B 動詞の後ろ形容詞左はちょっと待って左は一般動詞なんだけど 非常に厳密なネイティブは左も B 同士プラス形容詞にしないと合わないんじゃないのっていう方もいます。でも結論から言えば動詞である限り一般動詞と B 同士であってもそれは結構です。点数的には減点される対象ではないです。ただすごくきっちり合わせたいって人はですから She is not only hardworking という形容詞にすれば まあ厳しいネイティブが見てもいいですよ。両方とも B プラス形容詞って合わせることができます形容詞って言うのはハードワーキングもし名詞にするんでしたら She is not only a hard worker 二語にしてハードワーカーあをつけてで右側も But is a competent woman とか Efficient skilled woman というふうに入れていただければこれは OK ですね ウーマンっって言っちゃいいいけないいやこれ人って時ではないですからこれ彼女ですからこれウーマンでしかないですよね。これででいいわけですはいはい、というわけでございました今度は長めの作文にいきましょうか58ページ本州の北部はう々ぬて出てきましたそして答えの方は34ページ35ページですけどもさて、えー、今日からこれ10個ですよ。 もう私は10個取ってきてますので先に覚えていただくべき10個をじゃあ申し上げますのでラインマークーしていただきましょういきますよ本州の北部一つ目です本州の北部は東北と呼ばれている東北は自然美には恵まれている自然美か恵まれている。 野田が長い間この国の辺境地って言い方辺境地であったため歴史的観光資源歴史的観光資源の数は日本の他の地域よりも少ないこの地域地域の中心的な都市中心的な都市は仙台市で人口 簡単です人口はおよそ100万人である仙台はけやきが並んだ次の行の道が並んだ道どうすんのよこれ美しい並木の下をちょっと細くこうして「道」ってここまでちょっとお手間かけますのために森の都森の都として知られているさあこんなところでございます。 この10個ですよ。よろしいですね。今から、えー、34、35のご説明を差し上げます。その間に、えー、しっかりこれ覚えておいていただく。じゃあ一番表現と用法いきましょう。本州の北部は東北と呼ばれている。The northern part of Honshu Island。本州をわかりやすくするときには、Honshu Island。両方とも大文字で始めていただくと、これで本州一筆であのアイランドって入れえばもう分かっちゃいますね。 Is cold, 東北アイランドないと罰なんですか、まあ、罰にはならないと思います罰にはなりませんですがまあ書いといてあげた方が分かりやすいぐらいです「ノーザン」はよろしいですね「ノース」に「ERN」をつけて北の北部の「サウス」に「ERN」をつければ南のってなりますがこれ読み方が「サウザン」じゃないですね そうするとあのドレッシングになっちゃうんです。ドレッシングは T H O U の千の世界中の千の島から集めてこんなドレッシングを使いました。サウザンアイランドドレッシングというのは千っていう意味になりますね。じゃあこれは何ていうんですか。サザンですね。南のはサザン。サザンあサザンだよなサザンオールスターだよなってなりますよね。サウザンオールスターとは言わないですよね。今なんかもうちょっと回転球なんかなってます,すけども。 ですからサウスの時にはサザンと読むというぐらいのことで,いいです、ね、じゃあ2番いきましょう東北は自然美には恵まれているのだがだが although 東北 is rich in be rich in これを覚えていただくんですが be blessed with っってて使いましたってこと前回あの温泉のところで,そうです日本は何とかに恵まれているこういう資源であるとか こういうい自然であるとかに恵まれているというのは Be blessed with もうこれを思い出して書きましたってことは非常によろしいですねネイティブはこっちの方がピンとくるって言うかもしれませんね「ビーリッチン」同じです恵まれている問題はですね自然美ってやつです今回自然美ですのでそのままナチュラルビューティーなんて自然に書けると思うんですが美しい自然ってくること結構多いんですよ。 え、じゃ、ビューティフルネイチャーでしょ、それは言わないって方多いんです。ビューティフルネイチャーって、英語じゃないの。いや、言わないんだよな。っていう方多いんです。四人のうち三人はこれおかしな英語だって感じなんです。ですから、使わない方がいいんです。ビューティフルネイチャーじゃなくて、ナチュラルビューティーっていうことを。とにかく、この自然の美しさを言うときには、こういうふうに書くというふうに決めていただくんですね。まあ、忘れそうになったら、ご自身のことを思い出していただければ。 ナチュュラルーーティー次行きましょうかね。<laughs> 今日は男性が多いようでございます。えー、恵まれているが自然美。いいですね今度3番。長い間この国の辺境地であったため辺境地がちょっとこれはあのー、いろいろ考えたってフロンティアでよかったのフロンティアあるいはフロンティアどっちでもアクセントは結構です。この言葉を使ってます。 他例えばですねボーダーランド国境地方とかって和英時点に出てきたかもしれませんがそれは日本では当てはまりませんボーダーランドっていうのはここから向こうが他の国という地続きの時にそのここから先は隣の国だもんなっていうのは辺境地っていうふうに確かに使います。とか日本は全部あの 島国で海に囲まれてますからこのボーダーランドっていう感覚って実は我々にはないんですねですからどうしてもフロンティアという感覚としてはこれですアメリカ大陸の西部へ西部へっていうふうに開拓していったあの感覚でよろしいかと思います。 ハドロングビンのロングは for a long time と一番後ろに置いていただくのも文法的にはもちろん問題ありませんただし実際の英語ではあまり使わない前半で申し上げた通りです書いていただいても間違いでございませんがさあ今度は右のページいきましょう歴史的観光資源の数は日本の他の地域よりも少ないの数 The number of ペケペケと数えられる名詞 The number of ペケペケ でこのナンバー数が多い少ないって時には使い方は多い少ないの形容詞は large small なんです many とか few って言っちゃダメなんですもちろん little はおかしいですね数えられるものですから little とかっての言いません big も言いません many はダメ big もダメ large か small huge はまあ OK、とされているようです、まあ、通常は large small で large number small number ということでこの number という言葉を使う時の単位というふうにこれはきちっとしておいてください。で何の数 historic attractions の数 The number of historic attractions is smaller than that in other parts of Japan。これ a ンとは別になくても省略も 可能ですけれども in other parts の in は取っちゃダメですということですねで2番目の×になります、ね、few という言葉はダメリトルももちろんダメこういうことでございますさあ続いて5番いきましょうこの地域の中心的な都市は仙台市で the central city of this region is 仙台 city カンマこのカンマは絶対必要このカンマ忘れちゃうとこれだけで原点1 前半に申し上げた通り仙台は一つしかありませんですからカンマが絶対必要中心的なはセントラ t y ティメインシティあるいは The center of this region でも結構後ろにシティとつきますがそれでも結構ですエリアとリージョンですがエリアってのは市街局番の時にエリアコードって使いますね市街局番 まあ東京23区の方でしたらその区にほとんど近いですけども区とぴったりじゃありませんが例えば04「04660467」とか「鎌倉」とか「藤沢」とかっていうあのぐらいがエリアなんです。ということはリージョンの方がはるかに広いだろうなーってご想像いただいうとこれなん 県下にまたがってあの東北地方の中心が仙台ということですから3県4県にまたがるってぐらいですよねですからエリアじゃち,ちょっと狭いかなって感じがするんです本来はリージョンといった方が聞いてる方としてはイメージが湧きやすいと思います,です、ね、中心であの書いてありますが H で HUB でハブって言い方あります中中中心中核中枢ハブ ですすハーブシティという言い方もあります中核空港を作ろうと沖縄に作ろうなんて話がありますよねハブ空港としての那覇ったらもう地元の方はお喜びそうかやっぱハブ,ハブ最近取れねえけどな」「ハブちょうど沖縄にぴったりだ」っておっしゃったんですがそうじゃなくて英語なんですよ」「ハブって蛇の,の名前じゃなくて「中心の空港」って意味なんですよってことそうだったかいって話なんですけども。 そういう意味なんです。うん、ハブセティでもちろん英語になります。人口はおよそ100万人である。カンマがあって、which has a population of about one million。はい、a population of ペケペケ。こういう言い方ですね。a population of ペケペケ。住民総数の住民全体の population of 人々は で後ろの百万っていうことなんですが、なるだけこういうミリオンとか使ってください。一〇〇〇〇〇〇といてもうそれでも間違いじゃないですよ。ただ数字は三つぐらいまでにしといてくれっていうのは暗黙の了解でどうやらあるみたいでして。ですから三百八十万って書きます。三点八ミリオンって書いてあげた方がわかりやすいって言うんですね。まさにミリオンとかサウザンドビリオンカンマー に沿って英語では単位を表す言葉があります,ですけどもそれをうまく使っていただく方が読んでても分かりやすいこういうことですじゃあ7番仙台はケヤキケヤキはゼオコバトゥリーズゼオコバトゥリーズと言いますねちょうどこのハローの建物の横に中杉通りってありまして。 名前は中杉通りって言うんです杉並区にあるからでしたそこには欅やきが奪ってます欅やきっていうのは、まあ、今日いらっしゃってる方は下あれかーってこうワーってありますねこれ一次試験の本試験のメイン会場である成蹊大学もう太い欅やきパーてですから割とそのガイド試験とはなじ、えーまあ、みがあるって言うんですかだからって覚えなくてもいいんですけどゼオコバチュリーズって言いますこの欅やき仙台も森の都って言われますがこれが並んでる。 が並んだ美しい並木道のために森の都として知られている、まあ、これを英語で訳すと仙台 is known as 森の都日本語そのままカンマがあってもなくてもいいです or city of trees 英訳してくださいこの森っていうのは木片に土って書いてありますけれどもこれはあの特に神社が建っている地,地域あるいは東北では丘のことを言うとか簡単に言えばあの木を三つ書いた森と同じでいいんです ですからウッズでもフォーレストでも全然この森を何と訳すんですか結構です。City of trees, city of forest, city of the がつけてもあるいはウッズと言っても結構です。で理由は because of its beautiful boobers boobers というのはもともとパリの,あの並木道を言った言葉をが英語に転用されたらしいです。カピオラにブーバーズだってあの このーいき、ね、ですから並木が終わってるぐらいのきれいな道っていうのはブーバードストリーツあるいはアベニューって書いていただいても全然問題ないです問題ないですがここで美しい並木道のためですからブーバードってう言葉を使えばあ木が整然と並んでる道なんですね広い道なんですねって分かるということです。で何々が並んだ 等間隔に並んでいる時は「Lined with ほにゃらら」with ほにゃららで「何々が並んだ」っていうこの並木道の形容にはこういう言い方になります。はい、というわけでよろしゅうございますか。<laughs> 文章自体そんなに難しくありませんだ,んだ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 んと書く文章を長くしていこうという練習ですがさあ10個参りましょうまず一つ本州の北部 The northern part of the 本州 island 自然美美しい自然ナチュラルビューティーですね恵まれている Be rich in Be blessed with、はい 辺境地フロンティア、フロンティア、歴史的観光資源ヒストリックアトラクションズアトラクションズ引き付けるものの相対、複数あります地域リージョン記録とってリージョン中心的な都市セントラルシティメインシティハブシティ結構です人口ポピュレーション 何々が並んだ道、もう並木道のことです。Bluebird lined with ほにゃららって木ですね。普通は森の都、City of Trees Woods Forest。どれでも結構です。はい、結構ございました。特にこういった観光系っていうのはですね、一つずつ一つずつこう積み重ねていきたいところでございます。さあ続きまして、ここからのお時間はそうですね。 日本的事象の Q&A、今日う2回目でございます、後ろの方から説明をお分けいただく74ページです、観光、その1でございます、今日はその1、じゃあちょっと、じゃあここから参りましょう。 1>, 1、2とこう続くわけですけど今日は日本観光の魅力名勝地が多いんです史跡も多いんです確かに日本には歴史長い歴史がそして美しい場所があるこれをですねよくひとまとめで言います「名所旧跡」っていうんですこれも一つの決まりきった言い方がありますのでちょっと空いてるところでも「名所旧跡」。 places of って言います。places of。scenic beauty.scenic beauty.natural じゃなくて、scenic. 景色の美しい。景色の美しさ。景色美っていうの感じでですすね景色の美しいところ Or And って言うと、両方なきゃいけない。Or どちらかがあればいい。Or historical interest.historical interest. 歴史的な興味の場所これで名所旧跡っていう日本語の英訳になるんですどちらかでもいいんですよ見て楽しめるところあるいは歴史を楽しめどちらかがあればそれは名所旧跡と言えるんです Places of scenic beauty or historical interest Historic でも結構ですこれはカルもカルヒストリックもほとんど同じように今使っています <laughs> さて下のところには同じようなことが書かれてますのでこれはちょっとお読みいただいて結構具体的なことも書かれてます。さあその中で今日出てきてますのは京都と奈良でございま,す、えー、まあ関西の2次試験ではほぼ聞かれるところですけども1次試験で京都」「奈良」っていうのは出てきてもおかしくない。で京都の見どころこれはあの。 3つ書かせていただいてますい大体この辺りがいいかと思います。個人的にすごくお詳しい方いらっしゃるかもしれません個人的によしあそこだあの祇園のあそこのお上のところよく知ってて昔かってそういうのはだめなんですね、えー、もう普遍的なところでなきゃいけないんでまず一つ目は平安神宮なぜですか京都を代表する神社だから京に都を置いたつまり 関武天皇は年歴史でもこの辺りっていうのはすぐ追っかけてきますですね平安京最後の孝明天皇明治天皇のお父さん1867年ですから794から1867まで約1,000年続いたんですで平安神宮は1,000と1100年記念に作られたんですってえということは1 0 0え1 0 0年 1790年に17 1100年たつと1894年明治28年に作られた意外とですかまだ新しいって新しいですそういえばあの朱塗りも随分キラキラ考えてて新しいもんなってそういうことでございました明治28年に作られた神社です続いて金閣寺正式名称は六音寺金閣は足利義満が建てました 一回焼けてしまいました放火で焼けてしまいましたお坊さんが火をつけてそれの責任を感じたお母さんが木の先に行くまでのこの昔の国鉄から身を投げて亡くなってしまったなんて結構悲しいお話が今も周りがもうスプリンクラーだらけですらしいですねちょっと火が出てチャーってもう,そのもうすぐ沈下しちゃうという、まあ、そういう状況らしいんですけども銀閣寺は国宝です金閣はですから国宝ではない銀閣は国宝。 正式名称は自称寺っています清水寺本堂が崖の上に建てられてるんですね崖の上に建てられて崖の上なんですけどもこう清水の舞台っていうのは崖からこう突き出てますですね清水の舞台から飛び降りるようになってもう一つなんか決心するときの例としてよく出てますけども,もう独特の建築様式になっております。 でお土産物屋さんが三年坂っていうんですか、えー、清水焼などの京土産が近くにある続いて今度は奈良に行きましょう奈良は奈良といえば東大寺大仏様がそこにございます高さが1 4 8 5ルもともと1 6ル以上あったとまあ今約1 5ルと言っていただければ結構です大仏を治める大仏殿は高さは約5 2ルなんと世界最大の木造建築です 世界最古が法隆寺ですねですから奈良に行きますと木造建築で最古のものと最大のものが両方見れるわけです日本というれる世界ですよ世界で一番古い木造と一番でっかい木造建築が見れますですよじゃあ奈良行こうかって話になりますですね ちなみに鎌倉の高徳院の大夫さんはあの吹きさらしになってまして、えー、中に入れたりしますけれども13.3メーターとこういうことです続いて奈良公園春日大社の上鹿これ本当に鹿ですリアルなあの地酒の名前でも何でもなくって、えー、この鹿が有名でございますあとにまた出てきます続いて三名園日本三景この辺はもうやってありますんでそのままスタートいきますよ 水戸の快楽園園は梅でで有名名三すね続いて石灯籠がよく写真に出てきますが金沢の兼六園後楽園はまあ写真ってあんまり出てこないかなと、えー、岡山にあります後楽園これもやってますですね。日本三景といえば宮城にあります松島京都は天の橋立サンドバーってなってますね英語で指す。で宮島です 秋の宮島、まあ広島を昔秋と言いましたんでと、で国立公園は二十九か所、国定公園は五十六か所ありますとこの辺はもう覚えちゃってる数値だと思いますいかがでしょう。あと下はやりましたね。これもよろしいですね。もう一度こうなんかのりに確認しておいてください。さあじゃあ今日も地理の分野ですの、ね、でこれずっと行きました、じゃあ前まえ、あ、前の方の

1> 1日あるとしたらどこにお連れしますかということですからごくごく代表的な例で「I would take the guest to Hei An Shrine 金閣店舗清水店舗」この3つでございます。Hey, rine, その理由を述べていきます「Hei An Shrine is a classic」一流のとか最高級のシュラインなんです。 and a representative sample. 代表する例なんです。まあ、一流の神社ですし、まあ、代表する例としてですね、平安神社っていうのはお連れしたいと思います。で、こんな簡単に言えます。It is dedicated to the first and the last emperors who lived in the ancient capital, which lasted over a thousand years.be dedicated to これはですね、あの覚えとかないとちょっと出てこないと思います。 捧げるってデリケートですね。捧げられている、立てまつられている。っていうのは直訳なんですけれども。我々の、こう、身近な感覚ですと。誰々を祀っているって、あの日本語なんです。it is dedicated to っていうところを受け入れるんですが。あの、最初と最後の天皇さんをお祭りしてるんですよって。あの、日本語がこの is dedicated to と、こういうことなんです。 ですね。で、full live このことにお住まいになっていた最初と最後のまあ天皇さんをお祭りして、そしてそのことこの京都は千年以上続いた都なんです。こう言えれば完璧ですね。金閣天保 m p l e is famous in the west。 The West 西洋社会で有名です、the of the これはあの三島由紀夫さんが書いた小説の英語のタイトルですから日本にわざわざお越しになって京都行ってみようって方はですね大体この本はまあ目にしたあるいはタイトルぐらいは聞いてらっしゃるですからこれから行くのは「The Temple of the Golden Pavilion」ですああれかってもうこれはイメージがぴったりそこで合ってくると言われております。 pillars。さあここです。ちょっと文法的に見てみましょう。アウトって別になくてもいいです。is b u built to over a cliff 崖の上に崖の上を覆う形で建てられているのです。アウトは何であるのかというと、副詞で is built をもうちょっと修飾しています。 突き出てますよってのがアウトなんです突き出て立てられてますしかも崖の上になんですよでこれでイメージがああなるほどと分かってきますそしてそれは清水の舞台としてそこで有名です舞台はステージって言わないですねワイドステージってなんかそこで踊っちゃうみたいですからベランダって言うんですあれベランダかと そして通るウドンピラー針,針なんですけどこれ組を一本も使わずに組んだ柱で支えられているんです腐っちゃいますが何十年か一遍あれはあの組み替えるらしいですよ清水の舞台から飛び降りる前に立ったら下組ぎ使わないんでえー、大丈夫かなって実はそういうふうに組まれているらしいですね From the その興味の舞台から There is a panoramic view of Kyoto こういう言い方は簡単に言えますパノラミックビューがあるんです一望できますで、こんな言い方もパノラミックビュー、はい、じゃあ続いてこの奈良行きましょうか When in n a would you take a foreign guest who has never visited the city before If you have only one day for such t h i n g 今度は奈良です一日しかありませんどこにお連れします I would take the guest to 東大寺店舗カスナーシュライン奈良パークもうお気づきの通り東大寺って言うんだ金閣は金閣寺って言わないんだえどうするのこれこれはあのそれぞれのお寺さんがそれぞれ独自に勝手につけてらっしゃるわけですですからえー、じゃあどうするの 有名どこころはちちょっっととと覚えておくうになっちゃうんですね東大寺東大テンポってやっぱおかしいからだろうな東大寺なんだろうなとかこんなことでちょっと覚えていただくってことになります春日大社春日城編ですね東大寺テンポル is famous for its large statue of Buddha、はい、大仏で有名でございます there are many tame deer in Nara Park 奈良公園には「テイムディアがたくさんいるんです」飼い慣らされた鹿 これは厳密に言うと誰も飼ってないんですよね。誰も飼ってないんですけども懐いちゃってますからもうこういった方が早いということになってるんです。They are believed to be messengers of the gods of Kasuga Shrine, one of the biggest shrines in Nara.Kasuga Shrine の後ろはカンマ、これも外せませんですねで。鹿のことを詳しく言ってます。その鹿は 「春日大社」っていうのは奈良において一番大きいその神社の一つなんですけどもって言ってます。これ鹿のことはですねこうやって言うってるのも分からんではないですね。我々にとって鹿ってのはあんまり身近な存在ないですけども北国の人大体鹿見ると条件反射しちゃいますでよね。 れとかですねですからダメよそんなことしたってあのちょっと私もとにあんなんですけど私はあの高校の時にデトロイトからずーっと北にも関東に近いミシガン州ってところにちょっとごやカかになって、えー、留学生としてたんですけどもその日学校に行きましたら1時間目自習2時間目自習3時間目全部自習4時間目自習なんです。 ですから事務局に行きましたさすがに今日どうしたんですかあの自習の時っていうのは大いあの校長先生が来て代わりのことを数学なんかやってくれるともう今までそうだったんです今日どうしたんですかってその人があんた知らないのっていやしら知らないまでもあ,あの今年来たばっかりで私日本から来たんであのね今日はね鹿ちの解禁の日なのだ,だから男の先生はみんないないわよって <laughs> こう言うんですよねあのデューティー先生あの政治経済の先生あそこに一人だけいらっしゃって ああデューティーさんは鹿が生まれだから鹿うちできないのってなんか男らしくなくてなんか男だったら鹿うち行くだろうみたいなそこはあの結構、ですねジーパン入はっちゃいけないというのは結構厳しい学校なんですよ私立の効率効果はどうかはしませんですけどというわけでもう1年間、も待ち遠しそのぐらいのことなんですですから鹿といえばこう構えちゃうんですで連れてってやるよ、お前なんてこと。 本当はあの観察とかいろいろお金払わないとだめなんですけど華麗なあのオレンジ色を打たれないようにですねそういうのをして行きました散々な目がりました一日中雪の中でこうやって待ってますずーっとですぐ打てるってこと言ってたよな俺にあのビーフよりもどれだけおいしいか食わせてやるって言ってたよな今日おかしいなってじゃちょっと移動しようって夕方になって移動してまたもう帰ろうかって。 遠くにですねもう薄暗くなった時にもう目が光ると叱ってピカピカってお前無理だよって言われましたけどもう悔しいんでそこに向けてパン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 ってお前こんのライフル持ってきてもう結構単純にお前これ持ってきよっていう感じでパンパンパンって打ちましたけども全然しかも悠然と馬鹿にするようにうんうんってもう言いましたですねそういう感じなんですですからあの叱って彼らにとってそうなんですで我々もこれ言われてますよなんかよその国のことみたいですけど我々はこれに当てはまるのが お魚ですよね例えばお寿司屋さん連れてって学校の方と「まさか今日は何かあのいい味が入ってます」って言ったじゃあちょっとお待ちください」って言ってこう水槽で泳いでる味を「えっ!」ってこうやってでこれで様に下ろしてこうしますよね叩きみたい。とすごく息がいいんで「あえー、お待ち」って言うとこれ時々こう味もこうピクって吸うじゃないですかでアメリカの方だったらいいんですよこれで「おちチアフォー」とか「おう」なんとかって笑い話してくれますけども。 イギリスの女性ってすごく優しい方が多くてでそういう動物虐待ってはたまらないらしいんですね怒っちゃったりするってます <laughs> 何これあひどいあなた今食べようとしてるじゃないのさっきまで優しいと思ってくれ日本の女性ももうお醤油つけようとしてるじゃない何これひどいだからあのさっきの対戦の時日本ってひどいからそこまで言うかなっていうふうななっちゃうんですねですから我々にしてみたら当たり前のことです我々水族館行ってイセエビとかを呼んでたら おいまあそうだなって思わず言うじゃないですかそれはですから彼らからしてみると鹿に対すする反応でございますでこれは香港に行った時はこれと似たようなもの私もあるおいしそうなあのラーメン屋さんに入りましたで隣にはいっぱい鳥が並んでましたなんだろうなこれあんまり鳥元気なさそうだけどでラーメン食べてですね戻ってきましたらさっき立ってた小さい女の子とお母さん女の子が「 包み渡されてるんで,すで女の子がこれもらってニコってしてお母さんとなんか簡単語で「どういうふうに料理する?」なんて手、えー、して、えー、手つないで帰ってったんですけどもよく見てみるとそれってさっきまでこうやってたった通りなんですね。で私があのラーメン食べてる間に包みになったんですね。で奥見ましたらたたきをこうやってジャーっておじさんがですねなんかこう物上にだーってこう水で流してました。 ですからさすがにあの鳥が元気ないのもようやく私は事態が判明できたんですけれどもあの30分前までこういう状態ですねで全部そうなってこうなって小っちゃい女の子は選んだんですどれにするってお母さんこの鳥がいいいやこれがいいって選んでこういうって持ってくわけでものすごいおいしいらしいですそれさっきまでこうですからねそれおいしいはずですよねそれも当たり前のこととしてえそういうふうにやってますちょっと違和感はあるんですけれども 外国からも我々が泳いでいるアジをその場で切ってですね食べるのとそっちの方がもっとひどいじゃないか動いてるじゃないかという文化の違いの話でございました。はいというわけで、まあ、鹿の話から来ましたですけどじゃ続きましてページをめくっていただきましょう。How many national parks and the quasi あるいは quasi national parks are there in Japan? クォー,ーあるいはクエイザイというのは、準ずるとか、それに似てるけれども、それではないというような意味でして、これで国定公園という意味になりますですね。国立公園と国定公園は日本にいくつあるんですかこれはもう答えを覚えておかなきゃいけません。There are 29 national parks and 56 quasi quasi national parks in Japan。これ、このままで結構です。 そうしましたら次は Which national park would you like to take foreign b u s i n e s s to どこにこの to は必要ですよ To national to the national park ですからこの to は絶対必要ですね Take 人 to ですどこにお連れになりたいですか答えはここに例がありますですけどもご自身の例えば生まれ故郷ですとかよく知っていらっしゃるところで結構ですどこでももちろん結構ですが一つ答えを持ってていただければいい。 でお書きいただく時例えば伊勢志摩でしたら伊勢志摩富士箱根伊豆でしたら富士箱根伊豆とかこういうふうな書き方になります。で右には123とこういうふうに例があります,ですけどもちょっとポイントだけ申し上げます。例えば日光の場合は、はい、2行目にありますね。 where they can enjoy seeing an elaborately decorated shrine called Tocho-gu。この elaborately というのは E を取ると labor ってありますから、ものすごく汗を流して必死になって、これ labor ってありますね。ここに E がついてますから、力を注いで巧みの技でっていう精巧な装飾がなされたとこういう独特の言い方です。それから最後に cedar forest ってあるの、cedar っていうのは杉でございます。 まっすぐ伸びるのが特徴の、まあ、日本の代表する木ですよね花粉症の原因になったりします次の伊勢志摩ではカルチュールドペルーズ養殖真珠カルチュードあのカルチュードは文化っていう意味ですけどもカルチュードで養殖になります養殖なになにタイでしたらシーブリームとか養殖なになにっていろいろ後ろにつければ養殖なんとかになるます範後はナチュラルですよね リアス式海岸はジャグドって言いますジャグドギザギザのジャグギザギザギザってあれですね、えー、リアス式海岸リアスはスペイン語ですから英語ではこのギザギザ海岸という言い方で通じると、はい、で今日の最後です日本人論の Q&AWhy do Japanese like to travel abroad on a package tour どうして日本の方は外国旅行するのにパッケージ t o ーで行くのがお好きなんですか どうしてまあ理由が下に書かれています言葉の問題ガイドさんが面倒見てくれるから安心集団で行動する日本人の特性だあるいは同国人と一緒にいた安心団体割引この中でご自身としてはどれかなってピンとくるもので結構ですがでちょっと見ていきましょうそして大事なところだけピックアップいたします。One reason is that. まず一つの理由としてはこうですよ でこんな始まり始まりが意外と大事ですから ETEs っていうとなんか全部答えを完璧に言うみたいな感じっていうのもちょっとニュアンスとしてはあれですからまあ一つの理由としてはこうですなんていうこんな謙虚っぽい言い方の方が後でこう質問来ないですね。Many Japanese have a language problem when traveling abroad.When they あとか when they travel abroad. これ when traveling abroad. こういう言い方をよくいたします。In a package tour, their tour guide はいガイドさんです serves as both A and B.A と B の両方として勤めます。任務を果たします。b o t h がある方が両方ともやるって意味がすっきり出ます。i n t e r p r e t e r AND A g u i d e この両方ともです。 As の右側にボースって持ってきていただければボース A&B and アズの左側に持ってきますとボース As an interpreter and as a guide これが文法的には正しくなっちゃいますね。ですからア、ま、ズ、あの後ろにボース A&B and、B、と置き方としてはこの方がすっきりすると思います。 And, take care of. このアンドの右側は「take care of」という動詞の原型ですからこれに対するアンドの左側は「serve」になります。ですねアンドが2つありますが最初のアンドはインタープリターとガイド次のアンドは「serve」と「take care of」任務を果たしてくれそしてほとんど全てのことに面倒を見てくれるんですよ。Besides, それだけでなく In addition ですさらにそれだけでなく日本人は tend to これはザ・ジャパニーズの方が本当はよろしいでしょうねあるいはジャパニーズ・ピープルとした方がよろしいでしょう tend to act in groups この言い方は集団で活動するアク t は自動詞で活動する他動詞ですと役を演じる。 ですからアクターというのは他動詞の意味が演じて役者さん俳優をアクターアクトレスと言いますが他動詞の意味です自動詞では活動する standing in a group of compatriot あるいは compatriot c o m を取りますと pat ot, patriot patriot 愛国者とたるパトリオットミサイルとかあのー ボストン・ペイトリアッツとかっていうそういうチームもありますですが愛国者コンパトリアッツは似た言葉ですが同同国人同胞日本の中にいたらこういう言葉ってあんまり使いませんわざと大げさに私はあの同僚でって時にコンパトリアッツってわざと自分の会社の同僚を言ったりすることはありますが海外に行くと同じパスポートを持った同じ国コンパトリアツ。 同国人のグループの中、同胞の中にいるということがギブズワンある人にとって、アセンスオブセキュリティを与えてくれる、安心感を与えてくれる、アセンスオブ何々で何とか感って訳せます,すね。特に、especially during a trip in a foreign country、特に外国を旅行する際にはそれは特にそうです。Another reason, もう一つの理由は、 because of group less expensive discounts, group of ですから品質を問うてるわけではなくて値段のみチープっていうとなんか安っぽくなっちゃう Less expensive っていうのは同じ品質でも値段が安いんです値段的にレスなんです値段が安いどうしうかというとグループディスカウントが効くからとこういう言い方になっています つつずつあるいはポイントポイントでご自身でこれはと思うところを選んでいただければ結構でございます。はいというわけで今日はこの辺りまでとさせていただきます。お疲れ様でございました